君に決めた。Hello friends, welcome back to K Kanji. This is K. いらっしゃいませ。今日もあなたの嫌いな漢字を勉強していきましょう。今日はポケモン、ポケットモンスターの漢字を勉強していきます。初めて買ったポケモンはグリーンでした。私が持っていた不思議な根と友達が持っていたカメックスを交換しました。それからはカメックスをとても強くしました。今日はそんなポケモンの有名なセリフを勉強するよ。ポケモンといえばこのセリフ、君に決めた、君に決めた、君に決めた。日本の映画のタイトルにもなったこのセリフ、サトシの力強いセリフですよね。このセリフの君と決めるを勉強していきましょう。まずは君、音読みはくん、音読みはくん、くん読みは君、くん読みは君。例文いきます。3回繰り返しますね。今度君と一緒にご飯を食べに行きたい。今度君と一緒にご飯を食べに行きたい。今度君と一緒にご飯を食べに行きたい。他の言葉も一緒に覚えましょう。こんな言葉もあるんだくらいで大丈夫です。姫君、姫君、姫君。諸君、諸君、諸君。鈴木君、鈴木君、鈴木君。君は子供の男の子、さんは女の子や女性に使うことが多いよ。次は漢字をイメージで覚えよう。君は上と下で2つのパーツがあるよ。上は鼻の長い人のイメージ、上は鼻の長い人のイメージ。下は口、下は口だよ。次は決めるを覚えましょう。音読みはケツ、音読みはケツ。訓読みは決める、決まる。訓読みは決める、決まる。例文いきます。3回繰り返します。ドラマのキャストが決まる、ドラマのキャストが決まる、ドラマのキャストが決まる。キャストのことは俳優というよ。男の俳優を男優、女の俳優を女優というよ。他の言葉も覚えましょう。こんな言葉もあるんだくらいで OK です。決定、決定、決定。決断、決断、決断。決意、決意、決意。では漢字をイメージで覚えましょう。左はカタカナのし、左はカタカナのし。右はビールを持った店員さん、右はビールを持った店員さん。真ん中に人の漢字の人があるね。お疲れ様でした。では今日習ったことの復習をするよ。今日は2つの漢字を覚えたね。そう、ポケットモンスターの主人公サトシのセリフ、君に決めた。日本人はよく鈴木くんや佐藤さんのように名前にくんやさんをつけることが多いよ。相手を敬って尊敬する気持ちが
君やさんを名前につける理由だよ。みんなも誰に対してもリスペクトの気持ちを忘れずに生活してね。みんなが最近決めたことをよかったらコメントしてね。 K は1週間に1本くらいのペースで動画を上げています。チャンネル登録して動画を楽しみに待っていてね。ではでは、今日のお勉強を終わります。 K でした。